はい、ジェロ第3回目始まりました。おはようございます。今日はここ安治川トンネルというところに来ております。どうですか、見えてますか今。そのトンネルって普通なんか山にあるようなトンネル。そうなんですよ。川の下を通ってる感じあるなんか。そうなんです。珍しいな。川の底に作られたトンネルが今もうずっと使われ続けてるっていう。古いよな。昭和19年建てられたらしいんですけど、はい、で今車用はこの上にね橋で通るとこできてるんですけど、その下これですこれです。左にトンネルがある。そうなんですよ。昔は車のエレベーターもあったらしくて、後で見てもらうんですけど、でも歩行者だけは未だにこれをずっと使い続けてる。なんでなんやろってすごい思うじゃないですか、うん、その Google マップで心霊スポットって登録されてるのもどういうことなんかなって思ってて、それをなんでなんか調査しに来たっていう感じですね今日。でもほんまに建物もボロボロで、そうなんです。しかもちょっとこっから見たら車が2台入れる大きなエレベーターの入り口があるから。そうなんです。多分そこが下がって今封鎖されてるんだろ。封鎖されてます。もう通れないです。車は歩行者だけと。歩行者はここしか逆に通れなくて、結構人おるよ今。そうなんですよ。もう住んでる人はここしか通れないんで、ずっとここ渡り続けてるんですけど、これが心霊スポット。この間のゲストハウスみたいでわけのわからん感じで。そういう感じですね。西アジアベストハウスという Google マップでは理由がわからないんですけど、 Google マップで心霊スポットって入れた時に出てくる西アジアベストハウス。ここはこれ怖そうやな。トンネルの中にはずっと警備員も24時間配置されてて、それやったら橋作れへんのかなって思うんですよね。はい。でもなんかそれができない複雑な理由があるんじゃないかなっていうので調査したいと思います。エレベーターと階段と2つあるので二手に分かれてもらおうかなと思って、階段がね結構深くてきついらしいんで、そちらを二宮さんに行ってもらおうと思ってます。いやもう二宮さんにぜひそちらを行ってもらいたい。みんなエレベーターで行ってんねんから、そんなもんお前年寄りはエレベーターでやる。でもエレベーターは中村に任せます。エレベーターで。いやもうやっぱり二宮さんが階段で、二宮さんが階段で。やばめっちゃ深い。自転車の人がエレベーターなんですか基本。歩行者が多分こっちなんだな。ちょっと、二宮さん。ついたついたついた。はい、それではエレベーターということでちょっと、降りていきたいと思います。ちょっとリロメさん、あ、これはちょっときついんで、これちょっとリロメさん、ちょっとこれカメラ渡すんで、ちょっと私上で待ってます。上で待ってるんですよ。カメラ何でなん、弊社恐怖症なんで、弊社恐怖症なんで上で待ってます。よろしくお願いします。気をつけてお進みください。こんにちは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 。すいません。松本が編集長の試合まで来へんかったけど、中村どこ行ったんですか。二宮さんどうでした。いやーやばかったな。やばかったっていうか一番お前がやばかったよ。これはちょっときついんで、これちょっと二宮さん、ちょっとこれカメラ渡すんで、ちょっと私上で待ってますね。いや私もう無理でしたね、怖くて。でもやめよう、もうこんな話。人めっちゃおったし全然心霊スポットの感じせんかった。一番怖かった警備員何も感じへんもん、霊感ないから。普通の通路やね。雰囲気はちょっと怖かった。終わりで、もう今日はこれで。じゃあ俺仕事まだ残ってるから。あ、いやまだ行きます。え、何日本立てなの今日は。昼間ということでもっと行っとこうかなと思って。やっぱりなんか今日全然怖くなかったって言ってたんで、そういうのもあるんです。めっちゃ怖かったで。あ、いえいえ、あのクラスやばかったよな。いいんでいいんで、行きましょう行きましょう、次行きましょう。今とっておきのとこ用意してるんで。これ何、も
もうすぐ着くんですよ。いやこれとっておきのね心霊スポット見つけたんですよ私。あ、着きましたね、ゆめさん。着きました。ここです。10円自販機。これちょっともう帰るやん、マジで。俺めっちゃ歩いたよ。あ、でも上とかはやばい。ただ Google マップに心霊スポット置いて入ってた。そうです。全然調べても何も出てきませんでした。低いな。ちょっと見ていきましょうか。見たことあるよな、これ。え、これ30円。え、めっちゃいいじゃないですか。あ、ちょっとなんか二宮さんスイッチ入った感じですか。500円分多分な。下の段っていうのは子供が手の届くものやから、多分おいしいのが入っとる。30円いきます。切り飲んじゃう。でも飲んだらあかんわな。こんなんだって150円とかコンビニとかで。そういう意味の心霊スポットやっちゃう。あ、そういうことですか。心霊の力を借りて安くしてる。あー、そういうこと。ここが本当の10円なんですけど、全部売り切れてます。これが心霊スポットですね。こっちもね。僕が心霊なの全く分からんけど、ジョークでやってるだけじゃないの。あ、おー、届けるここや。あ、いいじゃないですか。出ました。何種類しか出てへんわ。ここだけ50円ですか。ここだけ50円。行ってみましょう。コーラーとレッドブル、プレミアムコーラー。出ました。4本目キリマンジャロ池上。まさに宝石箱ですね。うまい。ここ心霊スポットやな。そうですよ、心霊スポットです。いや、これちょっと楽しんじゃったけど大丈夫なの。あ、やめさん、今日は、はい、どれだかがあまりにあれだったんで急遽ご用意いたしました。爪の心霊スポット。帰れると思ったのに。もうこんなに夜になってしまいました。こちらです、はい、後ろに見えてるんですけど、これクスノキオオカミっていう場所。クスノキオオカミ、これね、実は道路の真ん中なんですよ。こういう風に道路の真ん中に木が立ってて、はいはい、そこだけ膨らんで車が通ってるっていう、はい。なんでこんな風になってるかって言ったら、基地作るからこれどけようと思ったら、その伐採工事をしている人が休止したり、こう枝を切った人が休止したり、ご神木ですね。ご神木を切ろうとしたのがあかんのじゃない。そうですよ。それで行ってみましょう。行きましょうか、じゃあ。はい、はい、俺鳥居くぐってあかんから。はい、うん、ちょっとあの個人的なあれやねんけど、中村。はい、はい、それではお願い事をしていきたいと思います。と戻りたいと思います。どんな感じですか。すごい立派な。すごいですよね。樹齢500年から600年って言われてます。すごいな。これも突き破ってるもんな、そこやね。こういう木って結構大阪の中にはまだ現存してるのが結構あるらしくって。すごいね。はい、このクスノキオオカミ豆腐のポイントお願いします。1。あ、1ですか。じゃあね、もうご神木やしね、心霊スポットっていうのもな、おかしい話しやんか。もうほんまに町の中にあって、はい、一部になってる生活の皆さんのね。で、まあ参拝してるおじいちゃんおばあちゃんもおったし。はい、わかりました。というわけで今日は取れ高が非常に悪かったので、二宮さん次回頑張ってください。じゃあね、まあ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 、それはまあ次回があればまあ頑張らせてもらおうかな。もうわかるよ、わかるよ。はい、うん、お願いします。はい。